してバッターボックスに入ったんでしょうか。もうみんなが、守りの打者まで繋いでくれて、最後栗山さんが粘りに粘って、なんとか次にという思いで、打席に立てるのがすごい見えたんで、これに乗っからしてもらおうと思って、打席に立てることができました。打球はセンターオーバー、タイムリー、あのバッティングの結果ですか。まさかあんないい打球が行くと思ってなかったんですけど、もうどん詰まりでも何でも、まずは1点という気持ちで、打席に立ちました。毎回顔にすごい勢いで水をかけてくるんで、もう少し首から下でお願いしたいです。今日は1試合4安打、素晴らしいバッティング、今日の内容はいかがでしょう。本当に苦しいチーム状況ですし、こんだけのファンの方が来ていただいているので、なんとか、皆さんに勝手な姿をお届けしたいと思って、チーム全員でそういう気持ちで臨んでます。スタッフが勝利スタートということになってますけれども、どんな風にしていきましょうか。もうシーズンで、たくさん負けてきたので、ここからもう全勝を目指して、そういう気持ちでやっていきたいと思います。超満員のスタンドです。このファンの熱気はいかがですか。郷さんのファンをお借りして勝てたんで、この後は郷さんにお任せします。では最後に全国6千万のライオンファンにメッセージをお願いします。クラスいっぱいやったI'm not afraid to die.
いいよ。